1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。第5レースセンターから3号艇、4号艇、さらには5号艇も好スタートです。1周の1マーク、3コースから内山が先にまくって1号艇森田の懐を刺します。4号艇の大山千尋が先頭。スタートは前提正常でした。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。第12レースインから1号艇の大山千尋がトップスタートを見せました。1周の1マークは1号艇の大山が逃げていく。続いて2号艇の倉持、その外を6号艇の大橋、指しは3号艇の香川ですが、1号艇の大山千尋、ここは堂々押し切った。スタートは前提正常でした。最終12レースのドリーム戦、1着は大山選手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、2度目のベラミちゃんです。はい、ありがとうございます。前半戦で課題としていた部分、はい、すごくこう集中して作業しているところ見ましたけれども、このあたりいかがでしたか？はい、重たかったですね。まだあ、ここも、はい、あ、そうなんですね。出口が重い。全部出口が重いです。あ、出口が、はい。じゃあここやっぱり、うん、よいしょよいしょって感じになっちゃいますよね。はい、回った後がすごい重たい感じがありますね。まあ一着なので、そんなにね、見た感じはわからないですけれども、そうですね、混戦になるとどうなのか、うん、これが、うん、はい、重いけど進んでる感じなのか、うん、はい、本当に重くて進んでないのかわからないですけど、うんうん、また明日もいいレース期待してますので、はい、ファンの皆さんにも一言お願いします。はい、明日も一着取れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。